起立、気をつけ礼、お願いします。着席。どうも、古着塾生徒の軍曹です。今日はですね、移動式の古着ポップアップといったりですかね、移動式の古着屋さんに行ってきました。今回行ったのがですね、ドラセラガレージさんっていうところなんですけど、ですね、2回目なんですよ。1回目会ってたことも知ってたんですけど、その時、休みじゃなくて行けなかったんですけど、今回奇跡的に休みが被ったので行ってきました。別にですね、店内とかを撮ってはいません。ただちょっとだけ写真撮ったんですけど、まあ、軽くこんな感じです。結構ですね、内容としましては、レギュラー古着多め。まあ、移動式の古着屋さんってそういうイメージの方も多いと思うんですけど、でもその中でも普通に僕も、ちょっと欲しがりそうなものとかも全然あるんですよ。例えば、シャモアのUSA 製とか LLB とかウールリッチとか、セントジョーンズベイとかですね。であとはそのナイロンジャケット系とか、特に狙い目なのはアウター系よりもですね、正直僕個人的には多分、インナー系といいますか、スウェット、パーカー、シャツとかが狙い目なのかなと思います。あとパンツ系もですね。結構ですね、スウェットで言えば80年代、90年代の USA 製とかが売ってあったりとか、で、シャツも同じような感じでですね、売ってあるんですよ。非常に、まあ、金曜日なんでめちゃくちゃ人が多かったかっていうとそうでもないんですけど、結構普通にですね、地元の方々がおそらく来てきて、なんて言うんでしょうね、なんか平日の昼、11時からスタートだったんですけど、今日は。なんか、こんなに人来るんだっていう感じだったですね。でおすすめ。古着がなくてですね、古着じゃないとこでおすすめなお話をちょっとさせていただけたらと思うんですけど、カレーめちゃめちゃうまいです。ここラトベースさんっていう場所でやってるんですけど、ラトベースさんの方が出してるカレー。チキンカレーだったかな。レッドなんとかカレー、レッドチキンカレーだったと思うんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。ちょっとピリ辛で、かなり美味しかったので、もし行く方があったらですね、食べてみてください。めちゃめちゃおすすめです。で、この古着のやつなんですけども、ドラセナガレイさん。今日11月1日、金、土、日、月、4日間どうやらやるみたいなんでですね、もし、はい、熊本で時間のある方、古着ちょっと安く欲しいなっていう方、いっぱい見てみたいなっていう方はちょっと行ってみるのもありなんじゃないかなと思います。内容としては見てみると2200円、3300円、で、5500円という、この3セットというか、3つの価格帯で分けられてて、基本的にアウター類が3300円とかで、まあ、アウターとパンツか、が3300円で、シャツ、スウェットとかが2200円ぐらいのイメージでした。もう均一価格なので、もう掘るのが楽しみになるんじゃないかなと思います。はい。ということで、購入品をちょっと2点購入したんでね、紹介していこうと思います。1点目、こちらですね。よいしょ。セントジョンズベイのシャモアクロスのシャツですね。なんと USA 製2200円。まあお得な買い物なんじゃないでしょうか。シャモアクロスはね、まあもう好きなんですよ。で、もう定番で無地で着やすくて厚手なんでコットンでっていうところでもうすごい好きなんですけど、お、無地のあるじゃん。お、USA 製じゃん。セントジョンズベイじゃん。いいじゃんと思って、パッて取って裏見たら、これですよ。鹿の、ラグみたいな、刺繍っていうよりはラグみたいな感じでやられてるんですよね。なんで裏もこんな感じになってるんですけど、すごくて、これいいなと思って買っちゃいました。レジ通すときもですよ、店員さんにこれ、後ろいいですねって言われちゃいましたね。はい、これ2200円。結構まあお得なんじゃないでしょうか。まあ、割と普通に買ったら3、4000円ぐらい、まあ、もっとするのかなとは思うんですけど、まあ、5000円前後ぐらいなんじゃないですかね。はい。1着目が、この後ろが可愛すぎるセントジョーンズベイのシャモアクロスでした。で、2着目なんですけども、こちら、B の90年代のスウェットなんですけど、まあ、きなり色みたいな感じで XL なんですね。で、これも USA 製2200円。もう安いんじゃないの、本当に。何がいいって、この色もそうなんだけど、プリントがめちゃめちゃ良くて、アイオワですよ。これ反転しちゃってんのかな、録画では。で、裏はこんな感じなんですけど、もう単純にこれはもう、前のプリントで買いましたね。めちゃくちゃいい。アイオワ、シクエンテンね、はい、読めません。いいよ、これめちゃめちゃいい。で、コピーライトがついてて、1996年、1846年から1996年、アイオワ。コピーライトが1993年。まあ、なんで1996年製でしょうね。で、おそらく6年代の感じなので、めっちゃいいと思って購入しちゃいましたね。かなりペラめの、スウェットなので、今からの時期でも結構、まだ着やすいんじゃないかなと思います。熊本はですね、まだ結構暑いんですよ。てな感じでですね、今回、そのドラセナガレージさんで購入させてもらったんですけど、いかがでしょうか。まあ、こっから今日含めて4日間あるので、ぜひともちょっと興味のある方は行ってほしいなと思います。ダトベースさんっていう菊池市にあるところでやってますので、覚えてたら編集の時に、まあ、編集するものなんてこの中にはないんですけど、覚えてたら下の概要欄の方にその、ドラセナガレージさんのインスタ載せれるのかな、よくわかんないけど、ドラセナガレージさんとラトベースさんのを載せておこうと思いますので、ぜひ興味がある方は行ってみたらと、どうでしょうかということです。では、これもちょっと短いな。お、6分かな。やばいな。まあいいか。てな感じで、はい、以上でした。では、起立。気をつけーれい。ありがとうございました。着席。